これは名古屋市港区の荒子川公園ですが、綺麗ですね。海外状況ね、気になりましたけどね。咲いております。車椅子が可能なところはね、私も可能なんでね。あちらにね、ありました。かけたままね、画面上にね、修理でございます。カメラもね、バランスちゃんと行いましたね。お母さんに電話するよ。ピントと明るさを固定いたしました。画面上に注意でございます。とりあえず片手で持っておりますけどね。噴水の景色は動画の方がよろしいございます。動画と静止画ね、並行して撮影いたしておりますけどね。まだないと思うね。なかったから無理にさ、十分綺麗なあの状態ですね。少し自分お花散ってはいますけどね。カラスが襲ってきます。少し画面暗くなりました。ピントは固定しております。桜の花がね、水面に浮かんでおりますね。
渓谷がこれ以上ね暗くできないという警告点滅しております。明るくね見れましたね。よろしいと思いますけど、ね、昨日ね栄養補給いたしましたので、ね、お腹空いておりません。噴水ありますね。こんなにね、花びらが。これぞまさにね。綺麗な百花繚乱と申しますね。彩色兼備、ええ、じゃあ噴水ですね。こちら噴水ありますね。ライオンは入っておりませんのでね。ちょっと前に結構ねワイドに撮影可能なんで、こちらは少しね入れていませんでした。明るさこれ以上ね、シャッタースピード変えてもいいんですけどね。画像が、違和感があります。私もね、違和感ありますからね。ピントと明るさを固定いたしました。止まりましたついねこんな感じで、
私も入りましょうか、せっかくなのね。じゃあ主役のと釘紙、ね、じゃあ主役の登場でございます。こんな感じ、綺麗に命綱をつけますね。これ無人に主役の私が入らないとね、何もなりませんからね。今回ね、こちらの予定がね、組み入れておりませんでした。カラスがいます、カラスです、カラスですね。黒いカラスです。私が来るとね、飛びます。カラス撮影しようと思いましたから、明るさは私固定したままでした、ね、明るさが変化するのハレーションという申しまして、これはもうレンズの特有の性能なんでね、今明るさ自動にしてますけどね、点滅の感じが見受けられると思いますけど、私もね、ビデオ歴35年ですけどね、最初は普通のハンディカムから撮影を行いましてね、いろんなカメラね、撮影してまいりましたけどね、このカメラが、これは一眼カメラですけど、静止画も動画もね、動画主体のカメラです。その上にね、モンスターカメラ、夜間に強いんで。桜並木参りました。椅子がありました。になりますけどね、暑いですね、こんな感じです。台ありますけど汚いんだね、一眼に。
とね、あの数秒嫌な方見ないでくださいね。本日の左裏ね、こんな感じ、こんな感じですね、今ね立ってます。今座薬でね、足の方は大丈夫なんですけど、今日桜のね、木の下で、あとね、散っておりません。私は散りません。私は満開です。牛の正面になりましたけどね、けどね、来園してよかったです。それにつきます、その一言に。結構ありますよ、距離がバス乗り継いでね、私車ね、もともと嫌いなんで、車掌の運転するのね、バスは乗るの好きなんですけどね、ね、ね、垂水東口で私申した通りね、山陽バスが失礼しますと言ってね、申してね、よそのバスに乗車しますね、長野しますね乗り倒しております。170円でね、地下鉄も市バスも乗車可能だったらいいですよ。私障害で通常120円ですけどね、5回乗っても600円ですから、明らかにね、土曜休日、今度4月8日がね、620円です。明らかに得です。地下鉄の件ね、まだ ありますけどね、それは活用いつでも可能なんでね、タラゲンです。こんないい話ってありませんよ。忘れ物ね、不意に行いましたからね、その時も私1日券購入しておりましたけどね、それを提示して2枚往復ですよ、2枚ね、いただけるんでね、なんといい話ですよ。神戸ではこんなことおそらくないでしょうね。私もね、パスは持ってますけどね、障害のね、だけどお金出してね、乗車するということは自分自身で乗車したいのでね、乗車を行っております。三田まで行くバス、特急バスもね、お金出すのはね、行きません。金が必要ないからね、三田まで何回か行っておりますけどね、やはり三田は三田です。桜の景色ご覧ください。向きを変えますね。こちらもね、あの桜のキャリーケースです。ね、今桜の花が散っているのね、見受けられると思います。ね、良さがありますからね、山崎川、山崎川の良さがありまして、東山動植物園のね、良さがありまして、散っております今、だから私は散りませんよ。ね、これね、触るとね、もう一気に散ります。触っちゃいけませんよね、桜の花ぐらいは。ておりますね。
この状態が今ピントと明るさ固定してますから、ハレーションは起きてないと思います。今明るさオートにしました。少しハレーションね、起きてると思いますよ。ピント今ね、中央の桜の木に合わせています。これ以上ね、暗くできません。ピントと明るさ固定いたしました。十分ね、市街地 F22 で固定しております。くっきりとね、映っております。全体がね、もしぼかしたければシャッタースピードね、上げるしかないです。上げると逆に動画、花びらの散る様子がカクカクしてね、ぎこちなく見えます。自然に撮影するのは60分の1秒がね、最もベストです。逆にね、これだけ明るいんで感度も最も低い感度です。絞り値もね、最も高い、絞り込んでおりますけどね、それでも、まあ、明るさはね、これ以上も暗くできません。どちらかな、何かはね、欠点利点がありますかね。太陽のね、この時間帯、夜の時間帯ね、夜は逆に絞り値を開放を行わないとね、シャッタースピードを遅くしますとね、今度ブレた画像になりまして、動画としては見にくい画像になりますからね、静止画ならいいんですけどね。牛のしょんべんね、飲みたいんでね、こちらの動画24分ご覧いただきありがとうございました。動画は続きますが、とりあえず一旦ね、終了いたします。